島第一原発にたまり続けるトリチウム水は、今年の夏までに処分方法を決める必要があるとされ、国の小委員会が海か大気中に放出する案が現実的とする報告書をまとめています。5回目となる今日の会合は3ヶ月ぶりに福島市で開かれ、県内の関係者が意見を述べました。県議会の太田光昭議長は、現時点で県民や国民の理解が十分に得られていないとの認識を示した上で、処分方法を決めるまでのプロセスを公開することなどを求めました。県青果市場連合会の佐藤博一会長は、第三者的な組織を作って風評被害の払拭に努めていただきたいと訴えました。酒に依存しないと卸売市場に物が集まらないんです。本来であれば一日も早く福島県の海が以前のように戻っていただきたい。県水産市場連合会の石本明会長はこのように述べて、すでに反対を表明している県漁連などとともに反対する考えを示しました。また今日は住民の立場で廃炉安全確保県民会議のメンバーも意見を述べました。海洋放出等の案についてはですね、もう反対をしたいと。で、今県民でですね、福島県民で賛成する方っていうのはほとんどないんだろうと。このうち川俣町の菅野義弘さんが反対したほか、他のメンバーからは慎重な扱いを求める意見などが出されました。